Vaterland, du hast nach bösen Stunden aus dunkler Tiefe einen neuen Weg gefunden。おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野文雄が今日も皆様にワンポイントコミュニケーションテクニックプレゼンテーションです。今日は7月は3日日曜日ですね。今日も暑くなるでしょうが、朝はですね涼しいです。はい、今週1週間はですね、皆様に言葉のヒゲあーとかですね、とかいうのをですね、まあ、言葉のつなぎ、これ言葉のひげってのは武将ひげのことですね。言葉のひげといってですね、お話をするプレゼンターのようなプロの話してはですね、絶対発してはいけない作法になってます。作法になってます。皆さんですね、NHK はじめとするアナウンサー、BBC も CNN も全てのアナウンサー見てください。言うの？いやー、Right？ このようなですね、言葉のひげは完璧に剃り落としてます。武将ひげを一切取り除いてます。これがプロの作法です。じゃあ皆さんもですね、こう長年生きてきた中で、というのはこれはですね、体に染み付いた癖になってますので、その癖をどう取り除くかです。貧乏ゆすりもそうですけれども、それをやってるなと思ったとき、パッとやめることです。パッとやめること。そしてですね、それでもやりそうになったとき、とかですね、とかなったとき、こうしてください。さっと目を見開いてですね、誰か前にいる人を見ることです。そしてですね、一言その人にですね声をかけたらいいです。目を見てですね、今日はどのようなコースで来られましたか、今日は私のこのスピーチ何を期待されて来られましたか、あなたの今日の目的は何でしょうと発信すればですね、ましてや目を見て発信すれば必ず相手は喜んでですね応答してくれます。そうすることによってですね、言葉のひげを外してください。相手の目を見ればですね、あーとかですね、って言った時、大体人は目をですねつむってます。スパッとその作法の切り替えができます。はい、言葉のひげが出そうになったら、相手の目を見て沈黙してじっと相手を見る、あるいは一言発するということで切り替えてください。そのうちですね、言葉のひげを一切出さないような癖が体得されます。はい、1週間ありがとうございました。